ほら、メスはやっぱ死んでる。長生きしてほしいね。うん。朝の映像を見てもらったと思います。交尾中の事故が起こっちゃって、交尾中に死んじゃったか、死んじゃってるところを交尾しようとしたのか、突っ込んだのはいいけど引っ込まなくなっちゃった。この事故ね、メスの方は死んじゃってます。オスの方はこういう感じ。これね、朝の状態から俺も調べて、このままの状態だと 2,3 日で死んじゃうみたいで、実際メスでもこうやって出して死んじゃったことは去年いたんだよね。それからその前の年かな、オスでもこういうの出したまま死んじゃってる個体を見たことがあります。だからそれは事実かと思います。この子もこれがへっこまないと 2,3 日以内に死んじゃうかなと思います。で、この子も羽化してから1ヶ月かな、だからまだまだ余命が残ってるんだよね。9月末まで生きるとしても余命の3分の2は残ってるから、人間で言ったらまだ30代ぐらいかな、20代後半とかそれぐらいだと思うから、このまま何もしないで死んじゃうよりはオペをして助かる見込みのあるような状態にしたいと思います。オペにあたって現在のカブトムシのオスの状態を把握するために、交尾について少しおさらいしてみました。カブトムシの交尾は、今こう絵描いてあるようにメスの上にオスが乗って交尾器を突っ込んで交尾ってなりますよね。まあ、それが一般的な理解だと思います。それは正しいです。そうなんですが、この突っ込んだ交尾器がメスの体内で何をしているのかっていうのをちょっと説明します。これメスの体内ね、このマーカーした部分、この内部の拡大だと思ってください。メスの内部、メスの体内の奥には卵嚢っていうのがあります。そこにオスの精胞、子供の種だね、これを最終的に送り込みたいんですが、その前段階として突っ込んだ後、オスは気張って内圧を高めて外に押し出す力が働くでしょ。それでこの内体っていうやつと、白い袋、内体ってやつと、それにくっついた交尾片というかけらを外に出します。それで精胞を渡して終わりなんじゃなくて、メスのこの体内にある卵嚢というところに、正しい場所にここの精胞を置かなきゃいけないから、場所を探すんだよね。グリ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 、そうグリ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 動かしてると、この交尾片がスポッってはまる場所があるの。スポッってはまった時にこうね、精胞を送り出すと正しい場所に受け渡すことができるんだよね。精胞が放出して正しい場所にくっつくと交尾が完了。その後はね、今までやってきたことの逆再生で撤収することができます。だからこの内胞と交尾片を交尾器の先端から収納して、吸い込んで収納してって、 この状態になって、最後は突っ込んだ管を引っこ抜いて、オスの体内にシュル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 と戻して終わりなんですね。これをもって交尾が完了したってことになります。これを踏まえてオスの体を見ていきましょう。この場合、オスの交尾器がぐーっと伸びてきて、その先端に内体と交尾片が見えます。これはおそらくメスに突っ込んだのはいいけど、メスは死んじゃってるか、なんか死んじゃってるところに交尾したのか、もう交尾中に死んじゃったのか、どっちかわからないけれども、精胞を渡すことが叶わず、その状態で発見されたって感じですね。長い時間経ってもメスが受け取ってくれないもんだから、オスは引っ込めようとしたのかもしれない。だからメスのね、交尾器の先端の方が体内にあるべきものがズルーって外に出ちゃったのかもしれないね。発見した時の状態はそんな感じだと思います。だから今見てるこの映像は結構貴重で、オスの交尾器をメスの交尾器に突っ込んだ後、その内部で何が起こってるかっていうのを今こうして生きたまま観察することができてます。結構貴重だと思いますね。その後、精胞を渡したか渡さないかわからないんだけど、オスはメスとの交尾が完結できなくて交尾器を引っこ抜こうとしたんだね。力づくで引っこ抜こうとして、引っ込めようとしてて、メスの交尾器がメスの体の中からズルって外に出しちゃったんだね。その状態で発見したんだと思います。この状態だと
交尾器自体は全力で外に引っ張り出した時の半分ぐらいは収納できてますね。ただし、なんだろう、何かの原因でここに精巣が詰まってんのかな、精巣がまだ渡せてない可能性もある。精巣が渡せてないからこの内体が膨れた状態のままで収納できないのかもしれないね。とにかく交尾片とこの内体をチンチンの先っぽから奥に詰め込む、これを目指して、オペしていきたいと思います。でいろいろ考えたんだけど、オリーブオイルのがいいのかなと思って、オリーブオイルを使ってみる。体に害はないの？それは入っても、害はないとは言えないな。ちょっとわからない、わからない、まあ、ちょっと治験みたいになっちゃうんだけど、わかんない、これどうなるか。ちょっとメスで試してみるか。このメスはその時にね、つがいで一緒にいたメスで死んじゃってるんだよね。先に死んじゃってる。このメスもほら、オスが交尾器を引っ込めようとした時にズルって出ちゃってんだよね。ちょっとかわいそうだ。うん、ちょっとかわいそう。で結構不節がかけてるから交尾を嫌がったんじゃないかなって推測はしてる。うん、でこのメスちょっと死んじゃってるんで、オリーブオイルでこうチュルってこう戻るかどうか試してみようかな。ちょっとやってみます。ちょっとかわいそうだけど、あ、これ押してやるときはしっかり筆で塗るんで、はい、これすっぽ置いてだと一本毛が合わなくてスカ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 しちゃったんで、まず戻るかどうか試してみるね。開くんかな、横押すと開くんかな。あ、横押すと開く。これ横押すと開くぞ。横押すと開く。メスに限るか。オスが戻ってきたぞこれ。マジか。ちょっとオス邪魔。これゆっくりやれば入んないこれ。うん。なんていうのこういう感じで。地道にやるのが一番いい。でもオスはこのさ、狭い棒の中に通すわけでしょ。そう。入った。え、全然痕跡見えないね。今スポイトでこうふわってやってみたら、スポイトとこのお尻の形状が合わなくて空気ばっかりスカスカ抜けちゃってて、思ったように中に入りませんでした。それで急遽竹串を使ってやってみました。そしたら綺麗に収まりました。この子は死んじゃってて、引っ込めるのに別に協力してくれなかったんだけどさ、でもまあこれ入りました。なのでオスもね、これどうしようかな。やっぱりスポイトで一回やってみて、ダメだったら竹串でやろうかなと思います。油を使うか使わないかなんですけど、ノーマルでちょっと試みてみて、ダメだったらもう油つけて、一回つけちゃったらもうそのままだもんね。うん、うん、やってみよう。はい、今こんな状態です。ここから見るとこういう感じ。これなぁ、スポイトでいけるかな。まずはこれきちっと収めないとね。やっぱ抵抗するよね、当然。当然抵抗、あ、すごい抵抗する。ものすごい抵抗する。見えますよ、これ足の力、すっごい力で蹴っ飛ばす。痛いもんな、そうだよな。あ、出てきた出てきた。協力してくれてんのかな。あ、でもさっきみたいに協力しなくなった。うん、これメスと交尾してると思ってるかもしれないね。ほら、逆にさ、これかぶせたままじゃダメなの？あ、出てきた出てきた出てきたぞ、こっちんちん出てきたメスと交尾してる気になってるかもしれない。逆に出てきちゃった。これメスと交尾してる気になってるかもしれないね。これをなんとか収めてピュッと押すんだろう。押しますよ。一押し。あ、ダメだこれ、スカスカだこれ。あ、引っこ抜いちゃうこれ。ちんちん引っこ抜いちゃうこれ。
まずい、これはまずい。これ戻していこう。じゃあ、ね、その時と同じようにちまちま戻していこう。これをね、絶対嫌がるんだけどさ、ちまちま戻していこう。これさ、思ったんだけど、逆にずっとなんかかぶせとけば金が入んないのに。にした時だって我不信かぶってるだろ我不信気にするな入りこれさ毎年標本でこれ出てくんだろこれ2021年のカブトムシってこれあーウケるわちょっといいくわ申し訳ないんだけどお前面白いわこれ戻してやりてんだよなぁ、なんとかしてな。あ、なんか外れた。え？なんか外れた、これ。え？見えるかな、これ。映ってる。ほら。透明のなんか、みかんの一粒みたいのが。外れたぞ。買った。買ったらいいよ。何だったんだろう。押し込んでいくかもな。頑張って押し込んでいきます。この袋は結構硬いですね。うん。これは竹串の先端で押しても大丈夫。それメスの時みたいにさ、入ろうとしてる？入る？逆に協力してくれてる。おう、うん。痛かったらそれ引っ込めるからさ。そうだよね。しかも生きてるからむずいよ、うん、これ絶対痛いと思うんだよな。痛いというか痛覚はないとは言うけど、それも一つの説で、俺はね絶対嫌がってるから痛覚あると思うよ。感覚あるよ絶対これさ。ねえ。伝わるこの難しさ。動くかな、ね、残ってくんだよこれ。これ何時間かかんのこのオペ。でも明日に回したらさ、死んじゃってたら嫌だからさ。そうなんだよね。一日だけ被せとく。なんか、うん、干からびたら戻る。ああ、もうどうせ使わないしね。でもその干からびるまでの期間は知らない。軽くちょっと親指で押さえちゃったら挟むようにして。結構これ元気なんだよこの子さ。本当にこれ数日で死ぬの、うん、ね。そうとは思うね。そう、すごく元気元気なんだけど、これが出てから交尾の事故で死んじゃうんだって。事故ってこれがしまえばさ、全然体力あるよね、うん、後ろ足で蹴ってるもんね。そう、これ映るかな、これ折れちゃってんの、ここ、ここんとこ、ここんとこで折れちゃってんだよね、ほら。本来ならこれね、もっと体にこう反り上がってる感じなんだけど、反り下がってんもんね、折れちゃって。今開発したメスと交尾してる気持ちにさせるこのグッズでグッズはめたらなんかすげえ交尾してる気になって、チンチン引っ込め始めたチンチンが出てきた。でこの中で押し込んでいきたいと思うんだけど、やってるともっと寄せろっつって足がね邪魔するんだよね。でもこうやっていきます。見えっか、見えながらできっかな。この中であのさっき言ったように押し込んでいくから、ね、カメラ一回止めますね。これが交尾片なの。これ黒いやつ、ここはね、そう、チンチンとは別のやつなの、構造体で、うん、あの内包の表面に張り付いてんだよ、うん、
でこれが出ちゃってんのが逆に戻す時にあのフックしちゃってて、また厄介なのか、厄介なんだよ。そうこれね、これもだからチンチンの中を通して体の内容物、元あるべきところに戻さなきゃいけない。もしかするとこの子も一生懸命しまう努力をしてくれてるかもしれない。さっきのメスとは違ってね、今こうさ、ヘリから順番にしまっていく感じなんだけどさ、チンチンの先ちょ割れちゃってんのかなこれね、折れちゃってるよね、交尾片をとにかく体の中に入れないとさ、じゃあ他の内臓とかもさ、交尾片がないから出てきちゃうかもしれないな。どうだろう、気張り足んなくてそこまで出てこないんじゃない、って思っちゃってる。これが出ちゃってる分中はスカスカになってるじゃん、ちょっと、ちょっとかそってるはずだから、これ入れるってな、時間かかった、全然ちょっと進捗してないでしょこれ、ここだけこう押し込むとまた出てくる、それだけやってんだよ、しかもさっきと違って生きてるからね、暴れるもんね、暴れる、すげえ暴れる、まあ痛いだろうけど、油つけるか、油で潤滑して入れます。さっきもメスはこれで入ったもんね、もしかしたら入ってくれると思うんだよな、痛いんかな、お少し引いてない、これ引いてるだ、油つけたら、マジでなんか引いた今、あ出てきた、本当だ引いたけど出てきた、あとはさ、指で押し込む、指で、もうそしたら最近入っちゃうね、手袋してね、押し込んだ方がいいかな、でもさっきと違ってさ、このあれじゃん棒が、だからその棒を持って押し込むっていう手段がある、つまんで、そう棒をつまんで、チンチンつまんで、うん、チンチンイコール棒ってこと、そうそこはあのそ鼻をつまむってこと、いやクインっていいんです、鼻をつまんで突っ込むってこと、これ痛いよな、痛覚ないとかさ言って言うけど俺はそうは思わない、さっき言ったっけ、言った、虫だって痛いと思うよ、あなんか出てきた、出てきた、やばいかな、これ出てきちゃって、なんか出てきてるってなると、しゃんねえな、100万再生、これはへっこんだら100万再生、見える、さっきはへっこんだよ、指でやったら、君もちょっと位置を整えてくれ、これな、指でやったら結構へっこみましたね、白いやつへっこんだの見えるね、あ、すげえへっこんだ、見て、本当だ、だいぶへこんだよね、行こう、あ、いける、指でいけんよこれ、かなりへこんだよね、ちょっといけんじゃないこれ、指でやったらかなりへこんだこれ、あ、入ってないこれ、入った、え、指で押し込んだら入った、え、それさ、ほら次ただ、まあ、出した時一瞬出てくるかどうかな、いや多分出てくると思うんだけど、だって根っから押し込んだんだろう、もう早く寝たくて根っから行ってたら、つまむように、一応やったよ、
そしたら本体も入ってった。入ってった入ってった。見たい今の。元気なの。すげえよ今の。はい。格闘の末何時間？1時間半ぐらいやったか。格闘の末戻りました。最終油をつけて指でつまむようにして押し込みました。そしたらね、見てこれ戻った。ただなんかちょっとね、そこにあるだろうっていうのはなんか出てんだよね、よく見るとね。裂け目がまだ残ってるでしょ。だから完全にきれいにしまえてはいないんだけど、外見上はさっきよりマシになってますね。また次出てきた時にどうかを見ないとな。うん、そう、見てみよう。今夜はこれで様子を見よう。最初の状態よりは雑菌とか入んなくてマシになってはいます。これでね、1ヶ月でも長生きすればさ、このオペは成功だったかなと言えますね。まあでも1ヶ月と言わず2週間でもね、1日でも多く生きてもらえるかなって思います。動きもなんか活発になった感じするね、これね。うん、元気、まだ元気になったよね、すごいね。よかったよかった。いやでも試行錯誤してさ、2時間半もさ、いろんな手試したけど、結局素手でさ、1分ぐらいでポッて入ったからね。うん、現状だいぶ良くなったよね。よかった。なんか動きもね、活発になった気がする。うん、今飛びそうだった。見てこれね、活発だよね。うん、最初の状態よりかなり活発になった気がする。いい子っちゃ。うん、かなり元気になったね。羽開こうとしてる今。今羽開こうとしたね。うん、今羽もぞもぞしてる。じゃあ今夜はご飯食べてもらおっか。うん、よかった、無事終了。オペはまあ成功だったね。あ、開いた開いた、羽開いた。うん、よかった、成功したから。怒ってん、飛んだよ。元気。羽開いて飛び始めましたね。よかったよかった、すげえよかった。やっぱチンチン出した状態だと飛べないんだ、カブトムシを。いや構造的にできないんじゃない？あのさ、くしゃみするとき目つぶると同じ。うん、人間ってくしゃみするとき必ず目つぶるでしょ。あれ目つぶんなくてもいける人いない？いないいないんだよ。やっててる？いや、いないの。で、だからそれやるぐらいに珍しいでしょ、それ。それはいないじゃなくね。だから人間はくしゃみすると絶対目閉じるじゃん。それと同じように、そういう何、法則、チンチン出てると飛べない法則あるんだよ、これ。今羽ね開いたもんね。よかったね、めちゃくちゃ活発になった。以上です。昨日オペしたのが8月14日。今日は8月15日。しっかりへこんでる。やばい、今出てきたらまずい。ちょっと待て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 。食事もいっぱいしたし、元気そうだね。1週間でも生きればさ、何もしないより良かったってことになるよね。また報告します。オペから1週間。あのカブトムシなんだけど、回復しましたね。すごく順調です。一応マットの中の雑菌が入る恐れがあるんで、ここで個別で飼育してるんですけれども、すごく状態はいいです。今日で7日目、だから丸々6日経ったのかな。懸念してたのが、この塞いだところがさ、最初穴ぼこのところが白かったの。それでおしっこ出なかったらもうそれで死んじゃうのかなと思ったら、4日目におしっこ出たんだよね。ここ見て、ここのお尻の穴あるでしょ。ここ穴ぼこのとこ、前のビデオ見たら分かるように白くなってたんだよ。内側から外側に向けて蓋みたいのがあるんだよね。それの位置がきっちりと挟まってますね。これだったら雑菌も入らないのかなと思います。
で、ゼリーもよく食べてる。これで3日目かな。新品のゼリー入れて3日目でもこんなに食べてます。状態はすごくいいですね。おしっこも定期的に出してるみたくて、このおしっこ吸い取り用の布もベチャベチャになってる。すごくいいです。今なんかも落下した時ね、今なんか落下した時も跳ね出して飛ぼうとしてました。すごく状態がいいです。多分飛べますね。足の感じもすごく、歩き方もすごく安定してて、ガシッと掴んでて、もう捕まえたてのカブトムシのような状態。あのオペがうまくいったって断言するには、予後の期間が1週間じゃまだ足りないかもしれないんだけど、何もしないよりは多分長生きしてますね。多分あの状態だったら本当にみんなが言うように2、3日で死んでたと思います。よかった。俺はもう調べた段階で半分諦めてたんだけど、致死率 100% の病気にかかって一か八かっていうのはありだよね。まあ致死率 1% 満たない、なんかそういう病気で一か八かのギャンブルやるっていうのはやんなくていいし、死なない病気ではねオペなんかする必要ないと思うんだけど、このままじゃ 100% 死んじゃうっていう病気だったんで、一か八か試したわけですが、やってよかったなと思います。皆さんもよかったら試してみてください。この子いつまで生きるんだろう。繁殖は無理かもしれないね。チンチンもう出さなくなっちゃった。でもまあ長生きしてくれればいいかな。一応まだヨガを見ていくんですが、オペとしては成功だったというご報告です。皆さんのカブトムシライフに少しでも参考になればと思います。